モーキー城は、ピーター・ J ・マーレイチョの SF ファンタジー小説。発売元は、フレーベル館。全3館。物語は、主人公達の住む町デンバースグリーンに、宇宙のある星から二隻のップが落ちてきたところから、始まる。主人公ハドソン・ブラウンと柔道の達人であり、親友のモリー。さらに、頭がいいガキは、小さいアッシュと、 宇宙から来た悪の存在儲きい以上との戦いを描く。200年以上前逃亡者と追跡者、二隻の宇宙船が地球にやってきた。その宇宙船はデンバースグリーンに落ちてきてから子供への暴行事件が多発する。そのデンバースグリーンにある教会にはこう書かれている。扉を閉ざせや、愛酒の赤子、夜を遠く晒らせよろうそくを並べ。 赤々と燃やせ祈り敬い、神の御業を待てよかし選ばれし者、黄金の少年が訪れる日をあるからこの地を救うのは、その子一人その日までひたすら酒を、乱り鬼の悪魔を、主人公ハドソン・ブラウンはろうそくをじっと眺めると、守護天使の声を聞くことができる。ある日守護天使は、敵や任務といった言葉を言う。次の日、親友の森と。 キャッスルに行ったハドソンは、黒いコートに黒い帽子、身長が2メートル以上ある宿敵、モーキ以上に出会う。そこから、ハドソンの戦いが始まるのだった。ありがとうございます。